うわ、家のむ、うわ、匂いすごいな。はい、久保翔さん、こんにちは。こんにちは。今日はもう見ての通り、白州ハイボールの缶のレビューをしていきたいと思います。やってきましたね。やっと手に入ったんですね。てか普通にコンビニとかで売ってましたけど、なんと売ってたんですよね。何だったんでしょうね、ネットでのあの抱き合わせのとんでもない金額で、売られてたあのようやく販売はありましたね。そんなこと逃してよかったですね、我々。そう、この動画の前に実は、この白州の缶と、まあ、山崎の缶も出るって言われてるんですけど、まあ出ますよみたいな告知動画出して、まあ、その時はなんかそのなんだっけ、あのビールマスターズドリーム、マスターズドリームと抱き合わせで、結構いい値段で出てて、で本当は予約してたんですけど、まあ、スタッフがちょっと予約ミスってちゃんとできてなくて、あもうこれ飲めないじゃんみたいなね、まあ、どうせ転売価格でしか買えないから、まあ、諦めるかと思ったら普通にコンビニで売ってるっていう。そう、なんかねプレミアついちゃうから一気になくなっちゃうのかなと思ったら、意外とねなんか買い占めたりとか誰かしちゃうんじゃないかなとか思いつつも、意外にちゃんと並び続けてますよね今も。はい、なのでまあ普通に3本買って、うん、まあ、レビュー用と後で飲む用でっていう純粋に楽しみみたいですよね。はい、まあそんな感じで、まあ一応お値段が、コンビニで660円かなですね。はい、まあ普通のハイボールよりはまあ高いですが、まあ一応白州なんで。そうですね、660円の缶が並んでること自体がもう異常な絵でしたけども、それだけの価値がある。まあ、それだけ、まあ、だってもう買って飲んでみたいって思いますからね。しかも今回は氷柱で、はい、まあ、でも一応水晶で、氷を入れたグラスに注いで贅沢なひとときをって書いてあるんで、一応氷を入れて飲むのことを推奨してるみたいですね。あで、あのラベルに見ていただいたら 9% ですね、これ。あと書いてありますし、しかも 9% ですから、結構アルコール度数も高く、ストロングゼロとほぼ同じですね。まあ一緒にしないでしょ。でも入れた瞬間に香りもすごいんですよ、それが。まあそんな感じで早速いただきたいと思います。お願いします。うん、白州のハイボールだ。でもちゃんとウイスキーの味もするし、濃さ的にも年齢悪くない、めっちゃ美味しい。あ、じゃあ 9% ですけど、そんなきついと思う。思わない、ついついこれは。なんかもうちょっと安く作られてるのかなと思ったんですけど、めっちゃ薄くてみたいな。そんなの全然値段相応の価値があるかなっていうふうに思います。これ実際の普通のウイスキーで割るハイボールと、この缶で作られたハイボールってどれぐらい違うもんなんですかね。で、なんかハイボールって言うと絶対誤差が出てくるじゃないですか、多少なりとも。そういった部分では、まあ、これがもう一般定番とか普通あるべき姿なんですね、本当は。じゃあ、小石さん、これ家飲みでいけますか。いや、でも限定品、数量限定品なんでね、もう今しか飲めないと思うんで、絶対飲んだ方がいいと思う。絶対定期的に飲めるもんじゃないので、もうこれは本当にもう今しか飲めないと思って、贅沢に買えるんだったら買って飲んだ方が絶対いいと思う。普通の缶ビール3本分ぐらいありますけど、まあ、そう考えたらいいけど、まあでも常日頃飲めるもんじゃないんで。うん、確かに。いや、これはいいね、贅沢な缶のハイボールで。また夏に向いてますよね、この。いや、美味しい。はい、タクシーとか飲んだことない、今なかなか買えないんで飲めない人も多いと思うんですけど、ぜひ買って飲む価値あるかなというふうに思います。ぜひ、まだ陳列されてる間、もしかしたらね、結構早めにね、限定販売で6月6日からですかね、発売ですけど、まだこれ撮ってるのがこうまだ3日4日しか経ってないから置いてあるだけかもしれないんでね、もしよかったらぜひ。ありがとうございました。